ハイハーバーの回です。で、コナンとジムシーが駆けていきます。走っていくんですけど、その向こうにハイハーバーの村が見えるわけじゃないんです。実は暗い森の入り口だけが見えるんです。真っ暗な森の中をあ三人は歩いていきます。これ昼間なんです。ヘンゼルとグレーテル。 が迷った森みたいなものです。一見理想郷みたいに見えるハイハーバーは実は魔女の住むお菓子の家だった。さあ行きましょうっていうふうに言って、話をそらして駆け出して、この後こっちよというふうに手を振ります。で、平和な音楽がかかって、この後ろに田園風景が見えるから、本当に理想郷みたいに見えるんですけれども、ところが見ている視聴者の視線っていうのは、ラナの向こうに村が見えて、その向こうになぜか高速道路の廃墟が見えるようになってるんですね。この高速道路に視点を誘導するのが宮崎駿の演出です。 遊んでらっしゃいみたいなことを言われて、コナンとジム氏は外へ走っていくんです。ラナはそれをずっと見送ります。そうすると村の幹部会議が秘密で始まるんです。このあたりのリアルさ、よそ者が来たからどうするのかっていうのを決してよそ者の前で話さずに、こっそり話し合うっていう宮崎駿、高畑勲が大好き秘密会議です。幹部会。これ村長と あと、ま、おじさん、シャンですね。で、おばあさんとラナが座って、ここに3人いるのが、その他の幹部です。幹部が、ところであの子供たちはどうするんですかもう一人の幹部が、やはり山向こうへ。っていうふうに言います。 そうすると村長が、あそこはオーロたちがね、って言うと、医者のシャンが、いや、あの子たちはラナのお客さんだと、うちに引き取らせてください。ラナや博士を助けてくれた恩人だ。私としてもできるだけのことはしてやりたいです。っていうふうに言います。そうすると村長が、そうしてくれるとありがたい。って言います。ラナは喜んで、ありがとうおじさん。って言います。この会議でわかるですね。三つのポイント。一つ目、新しく来た子供っていうのは、実は元村に住めない。全部山の向こうに送られる。そういうシステムになってる。二つ目、 ラナの客人だから、コナンたちは元村に住めることになった。ラナの客だからうちが引き取りますと言ったので、みんな喜んだんです。三つ目のポイント。この話し合いがあったこと、コナンたちの扱いは、い実は一度は山の向こうと思われた話は基本的には内緒にする。これ三つのポイントなんです。なんで、 に引き取ろうというとと言わないいのかおそらくは厳重な人口管理。つまり、子供が増えないように。狭い島で農業で食ってるから、人口が増えてしまうと、あっという間に滅びてしまうんです。人口爆発によって滅びてしまう。あと、食料管理が徹底してるわけです。うかに人口を増やせない。山の向こうのオーロたちとの関係は謎だけど、アメリカの不法移民問題みたいなものなんです。つまり、 いわゆる白人たちだけが住んでいる元村をはじめとする村と山の向こうにはですねメキシコ人とか不法意味の中国人とか日本人とかが住んでるみたいな感じのこういう構造だと思ってください <laughs> この後じゃこのこと全然教えてもらえずに歓迎会でご馳走を振る舞われるんですねこれからもよろしくなーってくるナたちが手を振ってくれて コナンたちはすごい喜びます。でコナンはまあ寝る時におじいに報告するんですね。第13話のラストです。コナンが独り言を言います。ハイハーバーに着いたよ。ここには良い人がいっぱいいるよ。言うんです。でもカットが変わると、ラナがちょっと悲しそうに、おじいさん早く帰ってきてちょうだい。っていうふうに独り言を言います、えー。ラオ博士の可愛いを持ってるんですね。ね。ラストは月を見上げるヒロイン、ラナのカット。その後、ラナのお家のロングショットでですね、終わります。